タクトさんのメンターはいらっしゃいますか？メンターはね、いろんな人ですよ。いろんな人がいっぱいいますね。やっぱり、いろんなところから僕学んでるので、いろんな人がメンターになるかなと思います。僕、もともと大学の頃はサッカーサークルで、で、その後、セラピストになって、自分で、セラピストで現役やりながら、自分でスクールを作ってたんですね。スクールは自分で作って、僕は雇われ店長だったんですけど、で、プレイヤーでやりながらね、自分でこう経営していくっていうので、サッカーの本田圭佑さん。世界にとか、世界一にとかって言って、こう、どんどん活動してるじゃないですか。セラピストの20代とかは、本田さんの影響を受けて、で、本田圭佑さん同い年で、その同い年の本田圭佑さんが、こんなに活躍、活動している、世界でね、AC ミラノの10番になりましたね。僕朝見てましたもん。今はね、南野拓実さんの試合とか、見たりとか、久保選手のサッカー好きなんでね、結構ね、夜ね、見ながら編集したりするんですよ、こう。だから、本田選手の、プレイヤーでありながらいろんな活動していくっていうのはね、すごく参考にしてて、かっけえなと思って。で、有言実行でね、結構大きいこと言うじゃないですか、バーンって。あれもね、メンターとしてよく考えたら、自分も大きいこと、世界一になるって言って。で、実際それを行動に移してね、なってったんで、まあ、そういう意味では本田圭佑さんとかずっと尊敬して、ずっとね、憧れて、同い年なんでね、ちょっとね、ずるいなと思ってね、頑張ろうって思ってました。はい。